はい、準備の方よろしいですか。いいですね、おでんを食べておりますが、まず最初に、お二人からご紹介に預かりました、私本日ロシアの方から到着いたしましたチェーホフモドキと申します。よろしくお願いいたします。今年のごったにはチェーホフのカモメをモチーフに女子校を舞台に日常であるような非日常不思議な世界を作り上げておりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、続いて、あ、お疲れ様。作品は、藤枝主導という、内向の世代よりちょっと若干倍ぐらいの作家さんの、一家団らんという作品を、起画いたします。どうなるかいろいろと不安ですが、よくなると思いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、幻想劇場京畑、幻想劇場京畑の広田と申します。演劇祭が大好きでですね、1回目から今回の19回目まで、毎回19年間出ております。今回はディーズというレストランバーを劇場にしてお芝居をするっていう、挑戦というか、普段は劇場じゃありません。でそこで、芝居作りをするというそういう特徴があります。よろしくお願いします。続いてシアタートランク。シアタートランクがスー出口です。ドンビーですね。はい、分かってました。昨年と同様ですね、ブリングの2階の展示ギャラリーをやらさせていただきます。今年も世界は一体誰のものみたいなですね、激しい、芝居をですね、繰り広げたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。レンゲでご飯。はい、レンゲでご飯です。よろしくお願いします。こちらうちのチラシになるんですけども、ちょっと見えにくいですよね。宇宙での話になってます。宇宙船でちょっと総合ナビゲーションシステムが故障してしまって迷子になるけれども、なんかお気楽な乗組員たちのドタバタコメディとなっています。楽しくなると思います。以上です。はい、ありがとうございます。シアタープロジェクトサザンクロス。はい、シアタープロジェクトサザンクロス、略してシアクロの椿姫と申します。ただいまこの時間 FM 長野では、福山雅治の鈴木トーキング FM 絶賛放送中なわけですけれども、福山雅治演じた湯川学が出てくるガリレオとは全く関係のない、実在したですねガリレオ・ガリレイの、一生を描いた、作品、その名もガリレオ、シナノギャラリーにて上演いたします。ぜひ理科の好きな人見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。メトロチック演劇クラブナビちゃん。お母さん、もう一度僕を認識してください。ポケモンだ。はい、ありがとうございます。準備の最後に西。はい、農業高校を舞台にした、某作品の、全くパロディになってない作品したいと思います。舞台が農業高校である必要が全くないコメディですので、農業高校出身以外の方も見ていただけると思います。同じごったりさんがですね、女子校が舞台ということで、ほとんど男しかいない農業高校ですね、こちらね。侍鉄さんとは特にかぶるところもありません。はい、きっとないと思います。ですが仲良く三劇団でこの会場を使いたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。新進大学劇団山並み。信州大学劇団山並です。今回は、与柱神社の方で、今年もやらせていただきます。タイトルは迷うというタイトルで、青春がテーマになっております。ぜひ与柱に来て蓮華さんと共に迷っていただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここからは宮下地域参加劇団です。劇団の侍ナッツさん。はい、劇団侍ナッツと申します。今回ですね、南信州南信の駒ヶ根市から、参加させていただきます。憧れのですね、松本演劇祭に参加できるということで、劇団員一同大変、喜んでまた興奮しております。会場もこのピカデリーホールということでですね、気合十分ですね。ぜひ小谷さんと、ミシンさんと、いい形でこう競い合って頑張っていきたいと思います。後ろにいるのはうちのゆるキャラサムナツくんでございます。何卒よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
そしてですね、今日は、札幌ハムプロジェクトの代表さんは、欠席なので、うちの新井から、お話があります。はい、すいません、代理です。すいません、札幌ハムプロジェクトの、代理の新井と言います。今回ですね、札幌の方から、はるばる松本演劇祭に出ていただきまして、非常にいいカラクリヌードという東京でも、何度も公演されている非常に熱い、そして何もない舞台ですけども、ぜひ皆さんにせっかく来ていただくんだから見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、